知らないんだ。東京の人でした。結構近いんじゃないですか。あれ？近くない？オレンジで近い。あの、おしゃれね。すいません、これってプラスワンコレクションのラインナップとして、出るだけというか、au と共同開発してるのとかっていうことではない。まず魔物の社がですね、スタートアップなんですけれども、あの au の KDDI 無限ラボというアクセラリングプログラムで、あの10期11期と継続採択されていて、製品品質の改善とかにもやってたで、まあ、その中で au 損保さんとコラボレーションして、これ紛失防止のタグなんですけども、これでなくなっちゃった時に最悪お金は返しますというですね、保険のプラン最大3万円返ってくるプランを紹介したりとか、まあ、いろいろビジネス的な協力をやってくれたんです。期待で答えたいんだけど、ずっと1位だったりするので、まあ、それなんですけど、実はキャリアでは初めて使う人だったりとか、ヨドバシとかでも、ヨドバシ守りそうですね、ヨドバシとかでもかなり大きく、はい、JA プラスワンコレクションのアンカーのモバイルバッテリーが、ね、すごくいいんですよ。マジで、うん、ただのアンカーのモバイルバッテリー、いやいや、あれ違うんですよ。どう違う？あのね、どう違う？あのね、LED が明るいんですよ。あ、そうなんだ。あとね、改良してるんですね。あともう一個なんかいいとこがあったんですよ、忘れた。でもね、入って言っちゃうよ。どうもどうも。はい。あ、そうそう。1万ミリでちゃんと出力が2つあるんですよ。うん。なんかちょっと高いですね。ダメですね。でも物は多分いいっすよ。多分いいけど、買ってないんじゃないか。あ、高いんだ。めちゃくちゃうるさいんで、めちゃくちゃうるさいんで、あのきちっと非常に出回ってるものより品質が高いです。物はいいっす。多分物はいいっす。KDDI さんの品質がうるさい。アンカーのモバイルバッテリーの残留表示って、うん、なんか角度によってこの辺の角度から見ると見えないですよ。でも AU プラスワンコレクションが見えるんですよ。そんな神経質に使ったってね。本当におそらく本当にちゃんとその定義出力が正しく出てるかとか、その辺のすごいいろんな審査をクリアしないと、この中に入ることができない、ね、だから投げ売りされたら絶対買うんですけど、全然投げ売りされないですよ。絶対に投げ売りされないです。なるほど。これをお土産にくれたら最高だと思って。年間1000円って言います。確かに。いや、だってこれ数がないと結局あんまり意味がないので、これ自体は。だからやっぱり君だったら20個ぐらい必要。え、20個ぐらい必要。20個ぐらい。だいたい 2.5 個なんですよ。3個がやっぱり一番多いんで、財布鍵につけてあと思い携帯なのか、名刺入れなのか、パスケースなのか。あ、この財布と鍵っていうのがすごく多いと。そうですね、多いです、ね、財布と鍵とスマホで3つぐらい買う人が一番多い。自分で一応2つ持っとけば、ペアになれる、うん、どっちかがなくなった時にどの辺でなくしたよみたいなのが一応取れる。両方なくすな。そう、そう、人はね、マーフィー的に言うと両方なくす。マーフィー先生によってやっぱり両方なくすよ。そうですね、おっしゃる通りです。ルーシーさん、え、これなんですか？これなんですか？いや、これなんですか？そうですね、
まあ、あと鉄道会社とかとこれに関しては連携してるんで、え、そうなんですか。実物センターとかに守りを届くと自動通知サービスっていうのを東急さんなんかはやってたり、そう、いちいちこう電話かけて届きましたかってやらなくても、うん、勝手に向こうから連絡してくる、ここに直接通知が来るっていうんですか、スマホに、はい、すごい、本当に登録なんで片っ端から連絡する必要ない、なるほど、島根さん試しになくしてみようよ、えいいよ、やろう、それそれこれそれこれそれこれわかんない、どれだかわかんない、どれだかわかんない、試しに実験したいところですね。今東急線なんですけど、これから、はい、あのいろいろ、何で東急線なんですか。まず最初東急線でやり始めて、うん、で、あと高島屋さんとかも入ってきて、高島屋の中で落とし物センターがちゃんとあるので、そこに届くと1階の例えば来る。なるほど。とか渋谷駅だと渋谷ヒカリエに改札用。ちょっと。あの30秒ぐらいでしたね、この商品を消化していただけますか。では、いいですか、言いますか、はい、すみません、じゃあお願いします、はい、こちらのマモリオがですね、世界最小クラスの IoT デバイスになります、はい、主な機能としては2つありまして、なくすをなくす、紛失防止アラートというものと、みんなで探す機能なんですけれども、紛失防止アラートはこのマモリオが手元にあるかどうかを常にこう見守ってくれてるんですけれども、そこの手元から離れてしまうと、手元から離れましたと通知が出てきてくれて、まあ未然に紛失を防ぐという仕組みになっています。もう一つみんなで探すという機能は、すべてのマモリオユーザーさんのスマートフォンをアンテナ代わりにして自分のものを探すという機能になってまして、なくなっている時にみんなで探すという機能をオンにしてあげると、まあ、みんなで探していますという形 で誰かが見つけてくれると、誰かがここで見つけたよという形で教えてくれるという機能になっています。今この機能を広げるために、こう誰かが使う人が増えれば増えるほど見つかる確率が上がってくるんですけども、さらにそういう守りをスポットというですね、遺失物センターにアンテナを設置して、そこに物が届くと自動的にお知らせしてくれるサービスというのを展開しています。こんな感じですか。ありがとうございます。チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネル登録。